ただいま。おかえりコージー。ねえ聞いて、パート決まったの。すぐそこのタワゴトスーパー。ああ、あのでっかいスーパーか。よかったじゃん。うん、時給は低いんだけどね、じゃ割でお得に買えるんだって。毎月上限はあるんだけど、私たち2人なら十分な額だからさ。そっか、引っ越し早々いい仕事が見つかってよかったな。うん、頑張るよ。パート初日、今日からお世話になります。ソラです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はあ、またか。うん、なんか歓迎されてない。俺は支社長のエンジだ。まあこの店舗のトップな。ソラさんはこっちに引っ越してきたばかりなんだって。あ、はい、そうなんです、夫の転勤で。なら知り合いもいなくて心細いよな。みんなと馴染めるように歓迎会を開いてやるよ。あ、ありがとうございます。よし、じゃあ週末みんなでいつものとこに行くぞ。私週末はちょっと用事が。俺もちょっと体調悪くなる予定なんで。お前らな、新人と仲を深めて働きやすくしてあげようっつう優しい気持ちはねえのかよ。そんな仲間意識の低い社員にシフトは回せねえからな。わかりましたよ、行けばいいんでしょ、行けば。はいはい。ああ、まったくよ。ソラさん。はい。別にあなたが嫌だとかじゃないから、そこは気にしなくていいわさよ。まあそのうちは去ると思うから頑張ってね。はあ、はい。そして週末の夜、さあ飲むぞ。ソラさんも存分に楽しんで。はい、ありがとうございます。着いたぞ、会場はここだ。はい。おい、クロハ来たぞ。あら、いらっしゃい。まあどんなお店でやるのかと思ったら、ここってスナックだよね。初めて入ったな、こういう雰囲気なんだ。あなたが新人さん？あ、はい、私がソラです。はじめまして、ママのクロハです。タワゴトスーパーさんにはいつもご贔屓にしてもらってるのよ。綺麗な人だな。ほらソラ、メニュー表クーモン頼めよ。あ、はい、ありがとうございます。高っ！こんなに高いの頼んでいいですか？これが夜の店。何言ってんだよ、お前の歓迎会だぞ、遠慮なく頼め。はあ、じゃあキューカンバージュースとフライドポテトで。俺は乾き物盛り合わせに唐揚げにポテトサラダとフルーツ盛りも頼むかな。酒は持ち切り島のボトル開けてくれ。はい、かしこまりました。随分たくさん頼むな。ほらほら、空もどんどん食えよ。あ、はい。あれ、もしかして社長のおごりなのかな。それか経費で落ちるとか。おじさん。え、あ、おー、原理鉄、元気にしてたか。ねえねえ、俺お腹すいた。俺もピザ食べたい。社長、この子たちは。あ、ママさんの子供だよ。シングルマザーらしくてな、たまにこうやって店で遊ばせてるそうなんだ。はあ、じゃあピザとオレンジジュース2つずつね。まあエンジさん、いつもありがとうございます。ごちそうになります。2時間後。じゃあ会計は1人1万5000円だ。あ、ソラは主品だから1万3000円に負けといてやるよ。なんでよその子のご飯代まで払わなきゃいけないわせ。今行かなかっただけマシか。やばい、とんでもないとこに入っちゃったのかも。結局この日の支払いで1週間分の稼ぎは吹き飛んでしまった。翌日、はあ、昨日の出費は痛かったな。うまくやりくりしないと。まあ食費はここのシャワリでなんとか切り詰めるとして。ソラさん。はい。私と一緒にレジに入ってちょうだい。私は補佐として見てるから、あなたはメインでレジ打ちしてみて。わかりました。そうそう、覚えがいいわさね、ソラさん。ありがとうございます。この調子ならすぐ一人でレジを任せられるように。はっ、やっば。どうしました？次のお客様はあなた一人で対応して。これも指導のうちよ。どのくらいレジを覚えたのかのテスト。はい、お待たせしました。あなた新人？あ、はい。そう、私は久め、ここの支社長の妻よ。あ、エンジさんの。お世話になってます。ってことで分かってるわね、これ全部シャワリでお願い。社員 ID はお持ちなんでしょうか。はあ、そんなものあるわけないでしょ。それだとシャワリが適用できなくてですね。はあ、だからあなたのシャワリを使えってことよ、鈍いわね。こんな高額商品でシャワリ使ったらすぐ上限額に達しちゃうよ。そんな困ります。ソラさん、ソラさん。おわさびさん、言うこと聞かないとシフトに入れてもらえなくなるし、昇給もなくなっちゃうわさよ。黙ってあなたのシャワリを使っときます。わかりました。ふう、書いたわさね。わさびさん、これ毎回なんですか？そうね、週一で来るから、その時のレジに当たらないよう祈るしかないわさ。またく勘弁してほしいわさよ。これのせいで新人が入ってもすぐ辞めちゃうのよね。そりゃそうでしょうね。
でもって新人が入るたびにあのバカ高いスナックで歓迎会やるのよ。だから人手不足が解消されるのは嬉しいけど出費も増えるから複雑なのよね。なるほど、だから初日のあの微妙な反応だったわけね。うーん、職場選びに失敗した。ちょっとソラさん、やめようなんて思わないでよ。あなたが辞めたらまた新しい人が入ってまた歓迎会やらなきゃいけなくなるでしょ。うえー、しかし翌月には他のパートさんが辞めてしまい、すぐに新しいパートさんが入ることになった。くるみです、よろしくお願いします。よし、じゃあ週末歓迎会やるか。いつものとこで。来たー。あのエンジ社長、どうかもう少し安いお店にしていただけませんか。ああ、お前な、あのままは女で一つで子供2人を育てなきゃいけないんだ。大変な苦労してるんだぞ。そんな辛い立場にいる人を応援しようって気持ちはないのかよ。それとこれとは、とにかく店はいつも通りだ。この話はこれで終わり。結局あのスナックで歓迎会が開かれることになった。さあ今日も存分に飲んで食って楽しめよ。私たちにも迷惑だけど、知らずに入った新人さんもかわいそうだよ、ほんと。あのソラさん、このお店のお会計って、その、この際全部最初に知っておいてもらった方がいいかも。私は新人のくるみさんにこの店でのこと、社長夫人のシャワリ仕様のことを説明した。ダブルで搾取されるんですか。それはちょっと厳しいですね。それにしてもここって別に系列店でもないですよね。なんでここにこだわるんでしょう。なんでだろう、特に料理やお酒が美味しいわけでも店から近いわけでもないのにね。ねえねえ、この子はここのママのお子さんで。ねえ、パパはどこ行ったの。パパ、バカ、他の人の前でパパって呼ぶなって言われてただろ。あ、そうだった。エンジおじさんはどこ。社長なら今トイレに行ってるよ。そっか、分かった。ほら行くぞ。ゲン、パパ、今日の会計は1人1万7000円な。クルミは1万5000円でいいぞ。翌日、あ、いらっしゃいます。何、早くしてよ。あの、ピカのことをお伺いしますが、スナック黒一丁ってご存知ですか。はあ、スナック、何をする、知らないわ。先日そこで歓迎会があったんですけど、その場にエンジ社長のことをパパって呼ぶお子さんがいらっしゃったので気になって。ちなみにヒサメさんのお子さんっていうことでは。あのクソ野郎、子供ってどういうことよ。バカって何よ。ま、待て、ヒサメ、店ではまずい。ちょ、一旦落ち着こうな。これが落ち着いていられますか。さあ、おつけて。やっぱりエンジ社長の隠し子だったんですね。そうみたいだね。結果、奥さんからは多額の慰謝料とともに離婚を突きつけられたそうだ。隠し子二人と隠し子にも程があるわ。がっつりしっかりずっぽり絞り取ってやるから覚悟しておきなさい。このことは本社にも知られ、エンジ社長は最果て島の小さな店舗に左遷されることに。なんだよここ、何もねえじゃねえか。残ったのは借金と。はあ、何よこの遠い中。せっかくあなたと結婚できたっていうのに、こんな偏僻なとこに住まなきゃいけないなんて。しかもこの私にレジ打ちパートしろっていうの。はあ、外れ引いたわ。クロハ、前はあんなに従順で可愛かったのに。パパ、ママ、隣の家の子と遊びに行ってもいい。秘密基地を教えてくれるんだって。もう暗くなる前に帰ってこいよ。子供はどこに行っても順応早えな。俺は前の生活が恋しいよ。一方、スーパーの方には新しい支社長が配属され。富士です、皆さんよろしくお願いしますね。富士さんのおかげでめっちゃ働きやすくなったね。本当ですね、これなら続けられそうです。忘年会や歓送迎会も普通の居酒屋になったし助かるわさ。私たちは楽しく働ける職場を手に入れた。今日はいいサンマが入ったわさよ。じゃあシャワリで買って帰ります。サンマプティングにしようっと。サンマプティング、